映画、COM、ニュース、アナと、雪の女王、マレフィセント、が、大ヒット中のコメオルト、ディズニーが、名作童話、美女と野獣、を、実写映画化することが分かった。コメバラエティが報じたもので、シカゴ、ドリームガールズ、の、ビル、コンドン監督がメガホンを、取る、美女と野獣、は、フランスの偏田舎に住む美しい娘ベルと、呪いにより醜い野獣の、姿に変えられた傲慢な王子の、ラブストーリー。ディズニーが1991年に、公開したアニメ映画、美女と、野獣、は世界興行収入3億7500万ドル超を、記録し、アカデミー賞作品賞に、ノミネート、同賞作曲賞、主題歌賞を受賞、またブロードウェイでミュージカル化された。今回の実写版は、テンカー、ベルト付きの石の脚本家エヴァン・スピリオト・ポーロスが執筆。プロットの詳細は今のところ明らかになっていない。ディズニーは近年、児童文学の実写映画化、アリス・イン・ワンダーランド・オズ・始まりの戦いなどに力を入れており、ジョン・ファブロー監督の実写 CG 版ジャングル・ブックやケネス・ブラナー監督の実写版、シンデレラ、も、進行中だ。